よいしょ。はい、どうも、楽しいおしご飯の時間ですよ。浅草天才焼きそばニュー小江戸木島でございます。ありがとうございます。本日はほとんどかけてません。もよとちゃんで行こうと思って、もよとちゃんじゃんじゃんで行こうと思って、豚さん、大豚肉さん、目玉焼き、ポテ、危ない、やめます、危ないんでやめます。ポテサラでございます。ちょうど今隙間で行きましたんで、いただきます。さあ行きましょう。まず豚肉1枚、大豚肉でございます。ありがとうございます。入れる直前から、絶好調です。かなり絶好調。あ、ポテサラいいね。あ、マネ先生もかけてます。ああ、そうです。これです。一度食べてほしいな。一度食べてほしい。この感じ。一度。経験していただきたいですね。薄味です。薄味。薄めていってます。僕はもうちょっとこういう方がいいかな。思うぐらい。でも、いろいろかけていくとちょうどよくなります。早押しです。皆さん、お好きなようにトッピングしてください。モイオトちゃんもそうです。モイオトちゃんもめちゃめちゃ合います。眠り橋、失礼しました。もうこの時点でいい香りしてます、モイオトちゃんも。ほら、あー赤辛っ、この豚とソースとモロトちゃんめちゃめちゃ合う。やっぱ喉に来た。もう一度なんか喉に来ました。目玉焼き今日はそのまま食べます。割るか割るか。もうとろりんこしないで、もうごめんなさい、皆さんに見せずに割りました。生卵も美味しいですが、もちろん目玉焼きもおすすめです。
っぱ豚最高だな。焼きそば、もよとちゃん、ポテサラ、卵の黄身、絶妙です。最高、最高です。うん、天才焼きそばだけじゃなく、ご自宅で召し上がる時の焼きそば、カップ焼きそば等に、とうとうにもめちゃめちゃおすすめです。もよとちゃん、浅草天才焼きそば2湯小江戸で販売しておりますので、ぜひお越しに通りがかりでもいいです。もよとちゃんだけの購入でももちろん問題ないので、ぜひいらしてください。お待ちしております。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃおう。